オーモンド山のリゾートにてカーニバル行きまーす。よろしくお願いします。さあ今日は悶絶4個で来ました。異形の祭壇がなんと悶絶パークになりましてですね、鹿フックが悶絶のフックになるのと、釣った後に離れてるとゲージが入っていくのが早くなるんですよね。そのあたりをうまく活かしていたぞ。で、どんどんいたわっていこう。距離感的にはという感じやな。次いけんじゃないかこれ。うい、トークンがたまったところでいっちゃう。あぶねー、しょしょしょ。もうチェーンソーのチャージがたまりきるぐらいに板の前にたどり着くぐらい、そういう感じでチェーンソーをこう貯めればいいっぽいですね。なのでそれを意識してチェーンソーを振っていこうと思います。アドオンはめっちゃいいやつですね、はい、チリと彫刻のええやつ、これはなんかかなりおすすめのアドオンで、まあ誰もがおすすめしてるアドオンじゃないかな。これは強いもんね、シンプルに。さてこれ離れてたら結構ゲージ進むのが早くなってるから、早く救いに行かないとまずいと。試合展開がどんどん早くなる、そういう風になってます。あ、奥行くんか。うん、なんだそれ。お、それ間に合わへん。そうなんすよ、間に合わないんすよ。ここね、板我慢してくれると意外とこの窓間に合えへんからね。今のはラッキー。これはチェーンソーを決めて、いいですね、この悶絶のフック釣って、でこれはちょっとゆるキャン気味に動いて、で救助狩りして地下に連れて行きたい。やっぱね、これで共鳴する靴が反応してるはずなんやけど、通知が出なくなったから、どこの発電機がスパークしてるのかよくわからんよな。で釣った人は重症出血になって回復したら発電機回すのが遅い。あれ今氾濫する噴霧映ったか。ディストーションの人かなこれ。吹っ飛んでいったのディストーションの人じゃないわ。おまずくないか。いいっすか、発電機回してたから DS もないしな。まあ、DS も弱なったからつけてへんやろ。ねえ。で、オフレコがあったとしても、今発電機触ったから、オフレコも切れてんねんね。じゃあ、地下釣らしてもらいまーす。ディストーションつけてる人おるな、これ。痛い。そんなんつけてんのかいな。特にリワーク入らないはずやけど。よしよし。で、まあでもこれは離れるか。離れるとカニバルの地下ってあんまり行きたくないやろうね。でも行きたくないなって思ってるとめっちゃゲージ早く進んでいって、このまま昇天してしまう可能性がある。どうする、ここは。あ、やってるわ。あ、向こうな、いてていて、これ行きます。いや突っ込んでよかったな。あ、マジ、うまい。そうか、今の2回我慢するとはやりよる。いけ、昇天したね。お、なんかロッカー入ってくれた、ラッキーで。しかも昇天してくれた、これは異形の祭壇が効いたかもしれない。向こうの方で発電機が1個直ったから、うん、生存者的にも連携が取れなくて、あー救いに行けねえかもって思ってたら昇天しちゃったみたいな感じな気がする。でこれ悶絶釣れなかったんで、もうほっといて次の人、ういこういった、ある、ね、これはそうやね、倒さんと無理、倒れちゃうの。だから次あるか、いた、あーここか、来ました。そしてトークンが溜まった、ほいほいほい、OK? で、ほい、これでいけんちゃうか、よーし。
いやー、板消費スピード早いな、やっぱカニバルは。こういう感じやんね。ちょっと手前で構えて、板に到達したところで、倒すか倒さないかの判断を生存者にさせて、板を減らすか、渋れば切る。という感じで、どんどん釣っていこう。で、あの人も悶絶の服釣ったから、あれかなり早く減っていくよ、ゲージは。ちょっと、氾濫するフンの見たいけど。あ、いるわ。そこに立ってるね、なんか。それちょっと覚えておこう。なんだ止血剤かと思った、今の。びっくりした。使えなかったんかな、止血剤、今の。で、ここになんか、ぼったちしてる人がおったんよな。違うか。結構姿勢良かってんけどな。姿勢良かってんけどな。何の話。ういっす。いないか。うん。まあいいか。はい。ああ、起きた。マジ？起こした今の。不滅か、どっちやろう。我慢するな、この人は。なんだこの人。え、ああ君オフレコの人がいたんやな。なるほど。知らんかったわ。でもちょっとこの人びっくりした。突っ込んできたから思わず俺も突っ込んでしまった。はい、さて DS なー、オフレコ DS とか凶悪法行きたいな。いいんで、まあこれ痛まれたら割れたで、はい、我慢する。届っかよっ。さあタイミングを知っている人かな。あー出るタイミング誤ったね。すごい顔するような、ロッカーキャッチした時。あれこんなえげつない顔してたっけ。なんかさ、ロッカー感触カニバルが起こしたときさ、チェーンソーをバーって感触で振ってるときの、あのモーションを見せないようにするために視点ブワー動かしてさ、やるキラーいるよね。うん、あれ、結構有効やと思うんですけどね。なんか自分が酔いそうになるからできん。そしてすれ違われて救助に行かれていると、悲しみ。おんまあ、あ、オフレコなかった。よかったー。ボロタイもなかったね。今のは。もう行きます。2回目。地下釣ろ。これ救いにくいっしょ。地下釣りで2回目やったら、ね、で、これで24メートル以上やっけ？しっかり離れて、ゲージの進み早くさせて。だけど、地下にバル、そう簡単には、救いに行かれへんやろしね。ほっときました。一人ここにいる。よっしゃよっしゃよっしゃ。この人追います。ん？おとり？あ、違うわ。いるわ。一人いて。あ、二人ともいる！熱い。組んでいきます。お願いします！やってよかった！で、今そこで板ボンって倒してこの辺におるよな。これも絶対救助間に合えへんわ。異形の祭壇もあるし、ゲージの進み早いからね。地下に救助はまあ絶対間に合えへんから、まあいいか、ちょっと見当たらへんけど。ほい、はい、釣らせていただきます。いいっすね、異形の祭壇意外と生きてるかもな。ちょっとサバイバーの連携がうまく取れずに救助が遅れると普通に半分切ったり今みたいに焦点しちゃったりしそう。今地下に特にキャンプもしてないのにそのまま焦点が2回続いたからね。これは異形の祭壇が生きてくれたと言わざるを得ない。で、どこ行った。分からんな。ちょっと割っとこうか。これ救助こんかな。ゲージの減りね、これ目に見て、 おっと体感でも普通に分かるぐらい速くなってる。
強い。あーそっか、あー決まった、最後の最後に今日は感謝を起こさんとこうと思ってたのに最後の最後にやっちまった。しかもオーラン、これ身軽か、足跡消えんの早い、どこだ、これ身軽やんな、さすがに足跡消えんの早いべ。そうやんね、ほら今も走ってたやんな、めっちゃ消えんの早い。いや身軽強いな、身軽よねこれ。でうい、さすがに飛ばない、ここまでスイン出して飛ばない、もう一回よし終わり。というわけで、悶絶のフック4段構えでした。うん、なんか共鳴する苦痛とか、苦痛という名の賜り物とかはちょっと生きてるのかどうか分かりにくかったですけど、今回はね一番注目してた新効果の異様の祭壇地下にも2回連れて、そっからキャンプせずともそのまま昇天してくれたっていうのは結構異形の祭壇が生きてくれたんじゃないのかなと思います。はい、結構ね地下フックがシンプルに悶絶になるっていうのも嬉しいから、今後も使えそうなパークだなと思ってます。身軽、やっぱネアついてるよな、ちょっとこの身軽のバラバラ足跡調整だけなんとかしてくれへんかなとは思いますね。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。